まあ、近いところで阿部が呼んでいます。切り返し阿部シュート、ラストパス、オンゴール、東京先制。良かったですし、まあ、トライアングルができて、やっぱ FC 東京の狙いはこういうところなんですよね。ポケットのところに入る、でワイドをうまく使ったところに行って相手を広げさせて、でそこのスペースを作って、まあ、レッズも人は戻ってましたけども、まあ、対応がゴール向き、まあ、自陣のゴールに向かいながらの対応になるので、まあ、こういうプレーになってしまったというところじゃないですかね。はい、まあ、伊藤が触ったボールが小泉の体に当たりました。